札幌市立マコマ小学校は、北海道札幌市南区に存在した公立小学校。1961年に開校され、60年代に児童が急増し80年代初頭まで安定していたが、その後は札幌市立住川南小学校の開校や少子高齢化の影響を受けて2012年に閉校。札幌市立マコマ公園小学校に統合された。 第二次世界大戦後、連合国軍最高司令官総司令部により、マコマ内は接収され、軍事基地が設置されていたが、1957年に北海道に返還されて、以降開発が進むことになった。1959年にマコマ内団地の開発が始まり、その流れを受けて1961年にマコマ内小学校が開校された。 当時の児童数は371人であった。1961年に第1期工事、1962年に第2期工事、1963年に第3期工事と第4期工事が行われた。この時期は低学年が高学年ブロックを使用する、あるいは高学年が低学年ブロックを使用するなど、計画コンセプトとの不一致が見られた。やがて、 マコマナイ地域の児童数が増加するとともに、1966年に札幌市立マコマナイ南小学校が開校され、両校を中心とする完全な近隣住区から構成される開発計画が進められた。1972年札幌オリンピックの開催を受けて開発は加速し、両校のみではマコマナイ地域の児童を抱えきれないことが予測されたが、 特に対策は取られなかった。児童数は1966年に34クラス1733人、1968年に36クラス1650人に上った。教室が不足し、大教室を普通教室や職員室に転用する、職員室を玄関に移す、プレハブ教室を増築するなどの措置が取られた。1969年からは、 校舎の利用が計画コンセプトと合致し、この状態は70年代後半まで続いた。1973年からは、児童数は安定した。1981年に、家庭科室と図工室を転用して、特別支援学級が開かれ、児童数が減少して、き教室ができたこともあって、1983年には、高学年教室を家庭科室と図工室に改築し、 特別教室が一つの胸にまとまった。この時期は低学年が高学年ブロックを使用する傾向にあった。札幌市立住川南小学校が開校すると1983年から児童数減少期に入り、高学年教室を使用していた3年生が低学年教室へ移り、2008年からは4年生も低学年教室へ移った。 80年代後半は計画コンセプトと合致した校舎の利用が見られていたが、1990年以降は高学年が低学年ブロックを使用する状況が続いている。少子高齢化が追い打ちをかけ、2007年12月に札幌市立小中学校の学校規模の適正化に関する基本方針と同地域選定プランが策定され、 マコマナイ地域などで小学校の統合が計画された。2008年には小規模校検討委員会が発足し、通学地域や開校時期などの議論検討がなされた。2011年、札幌市立学校設置条例の一部を改正する条例案が可決。マコマナイ小学校は、札幌市立マコマナ焼けぼの小学校と統合をされて、 札幌市立マコマ公園小学校が開校されることが発表された。両校の児童の交流会を行った上で、2012年3月末にマコマ小学校は閉校。後地は2017年に市立札幌南の森高等支援学校に転用された。ありがとうございます。